Yo, what's going on, everybody? Sorrel786 here. Some more Ghost of Tsushima. I'm going to try to finish this quest for this armor. So, because it seems like it's might be the best armor in the game, which is kind of sad because I just dropped everything into Sakai Clan, which is good, just depending on the situation. Either way. Let's see. Yeah, so you have to find these six keys for this armor. Alright. お願いします。助けてください。待たせてしまったな。 I should go to that white dye vendor guy. I think he had some. なんとお礼を申したらいいか。さあ、早く逃げよう。
two more keys and I get this armor.逃がしてやる。命の恩人です。この鍵をお持ちください。役に立ちましょう。御作の鎧を見たことは。まさか、滅相もありません。鍵を守るのが務めでしたので。 Two more keys, or actually one more key. Thank you.
しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならぬ。武士の模範にもなる。猛虎が去った後、この毒は無用、全て捨てる。
動くな。 畑を失ってしまうかと思いました。 鍵は猛虎に奪われたのか。 いえ、お持ちください。 これで猛虎はもう何も奪えません。 鍵は揃った。 鎧は赤島にある山の上だったな。 Hey. Now I got all six keys, I can go get the Gosako armor. お侍様、菅笠衆がクバラで行商を襲ったとか。恥知らずの裏切り者め、罪のない民まで狙うとは何事だ。赤島の近くにある宿に家族がいます。無事だといいのですが。宿を探し、裏切り者を始末しよう。 Dude's just bolted.
記憶をされたか。Here we go。あかね、鍵を差してるのか。の鎧、噂通りか猛虎で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。See what the armor does.Dang, that's kind of cool.
Alright, so I'm gonna go do this mythic art. いたしませんか? おめが聞きますね。 使わせてもらいましょう。助かった。お達者でお侍様。いや。 槍川の怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？ あなたも聞いたことはおありでしょう。越方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる。異連の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫ける。 憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より民、これをしたえども、甲は志村の勢いを妬めに、事業を取り戻さんとて甲は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟ども槍川秘伝の憤怒の舞に倒さるる。 なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より功を滅ぼせり。末路の息で時より功苔の下より蘇り、志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より功への捧げ物を絶えざる。民が願うは志村の死、時より功の怨霊は 憤怒の舞にて受けたも。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか。この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。
誰かが死を願ったと怨霊を祀る社に供物が満たされた時報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる。怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。Spirit of Yarakawa's vengeance. お気をつけて。槍川の民は社会系の恨みを忘れてはおりません。昔の話で。だろう。あなたにとっては。怨霊に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に。出て行きます。お助け。なぜ怨霊に頼るのだ。落ち着け。鍵を開ける。ここで何が？本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ島の者も犠牲に？こいつら人を売ってたんです。もうよい。行け。それでは。おそらく本領は次の社に向かったな。
有川の怨霊を祀った野氏、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので、息の根を止めてください。流民の野営のことだ。かけろ、かけ。酒井様、何かご用ですか。平太郎はおるか。ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を。モアコの患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。モアコに通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われたとき、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。遅かった。去った後か。長いこと使われておるようだが、槍川の武士の兜。寝床ではないか。槍川家の旗がある。
学あるものが書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。社に備えられていたものだ。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。もし金剛の庭を探しておるのだが、この近くの金剛力士をお探しください。名のある物資が掘ったもので、庭を見守るように立っています。走れ影。音量がかけていきました。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが音量は、俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風。I'm gonna change my gear since I'm gonna be dueling. その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。みんな死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。その動き見切った。お前も槍川で死ね。極めておる。
これで終わりだ。違う、死ぬのはお前だ。お前は腕が立つな。怒りのあまり真の敵を見誤ったな。憤怒の舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。ナイス。Oh, what does that look like? Dang, that's like ugly, but in a good way. Let's try it out, see what it looks like. Oh, that looks crazy. Nice.I got that. Well, since we're here. Thank you, thank you. Since we're already here, let's go ahead and do this. なぜあの者らは町の外に。モコが槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまずモコを打ち払い助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やる甲斐はある。それじゃあ、もうこの陣立てを見られる場所へ行こう。Okay. この町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか。まあそんなとこ。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。俺も故郷に戻るときに思い患った。だが行ってよかったと思う。敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら槍川の民が殺されます。だが、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちる。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥に。毛布に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか。
川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策？残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか？離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんだ。あんたのせいじゃない。本当にやるんですね。走れるな。もう走れない。川までついていくんだ。侍、もう片方は、地頭の配下、そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。滝の裏だよ。まだあるよ。これは使えるね。兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ？どうやって入った？私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか？いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった？いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと？宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ、直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家はお重が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主ら、ついてまいで。離れるでないぞ。何でしょうか？何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの？猛虎は何が望みだ？私が何をしたの？アンバルメン。槍川の民よ、我が名は手もげ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば、情けをかけよ。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったら行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿のお芋がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。
じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えた。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。あと次はあの土を持ってた。あん